ン芸人の広奥村です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、今日は雰囲気がだいぶ違いますけど。そうですね、はい、どうしてこういうところに我々はいるのかという問題なんですがあというか、まずこういうところというのがですね、はい、こちらの東京は西早稲田にございます、極楽満月というですね、私の弟子の雨宮がやっているお店でございまして、はい、占い的には私が師匠なんですが、経営的には彼女は敏腕女実業家でございますのでいいですよね、もう雰囲気も、そこをね急遽、はい、お借りいたしまして、はい、好きでしょ奥村さん、こういう雰囲気。こういう雰囲気好きです。僕ずっと一日中おれますね、こういう雰囲気は、ね、はい。あとね、店内も営業中でございまして。そうなんです。あ、そうそうそう。今ちょっともしかしたら声入ってるかもしれませんが、ね、大盛況なんでね。我々今、はい、奥のビップルームを使わせていありがとうございます。独占させていただきまして。で、向こうの方では一般の占いのお客さんもいらっしゃるし、はい、まあ、今日たまたま、男占い師祭りというイベントをやっておりますので、なるほど、男性占い師さんが、まあ、いろんな方を見てらっしゃる。はい。という感じでございます。はい、なので少し音入るかもしれませんけども、ご了承くださいませ。はい、はい、さあそれでは先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、この間の動画についてということで、はいはい、1個地図に関して、あ、はい、コメントが来ておりまして、はい、はい、あ、分かりました。ですね、すいません、この間の旅先とか、旅行とかの吉凶を簡単に分かる方法はないかということで、手のひらのこの色で分かるんだよって話をしましたと。でただその時、男と女では使う手が違って、はい、男は左手見て女性は右手見てくださいってやったわけなんで、うん、でそこは全く正しいんですけど、最後に私がポロッと余計なことを言って、はい、女性の場合はだからもう地図の上にこうやって手のひら上にかざせばそれで合ってるんですよって言ったんだけど、はい、コメントでツッコミが入りまして、はい、女性逆だろうって話でですね確かにそうでございます。あの男はそのままで、まま、はい、女性は伏せた形で地図の上に乗せて、はい、そのまま方位に合うということで、はい、慎んで訂正させていただきますありがとうございます。はい、さあ、そしてまだコメントこんなのが来ております。はい、いきます。占いの5月は実際のカレンダーの5月とは違うとおっしゃっていたと思うのですが、運勢ランキングの5月のカレンダーの運勢ランキングは5月のカレンダーの5月1日からと考えていいのでしょうか、それともカレンダーだと例えば5月5日からですとかになるのでしょうかという。はいはいはい、はい、これはですね、まず占いの暦っていう言い方もちょっとまあ不正確でね、はい、占いも種類がたくさんあって、いわゆる十干十二支とか干支とか言われているようなものを使うタイプは、月始まりとか年始まりが1日からではないということがあるんです。ただ、いわゆるその名数占いみたいなところのランキングをやってるのはですね、あれはそういうその東洋の慣習とは違うものでやってますので、普通に1日から30、31の末までと考えていただいて結構です。はい、でもカレンダー通りということですね、はい、ということでございます。ありがとうございます。さあ、それでは本日なんですけども、今日はですね、母の日でございまして、あ、はい、もう今日当日なんですけども、そうですね、いい関係がね、お母様と築けるように、母の日の贈り物、何かいいのがあればお願いいたします。はい、わかりました。まあ、いつもやってますけど、毎月とかね、その時のいいものではなくて、はい、もう今日、5月8日限定の、いいものということで占ってみました。お願いします。はい、答えとしてはですね、何でもいいから3つセットで送れという形になりました。ほうほうほう。もともとその品物がなんか3つのパーツでできてるとかですね、うん、同じものが3つ揃ってる、そういうパッケージ商品でも構いませんし、はいはいはい、あとそうじゃなくて単体のものをその3つ買ってきて、うん、まあ、自分でこう包むなりして送るとかですね、なるほど、とにかくその3というのが、うん、今日のラッキーナンバーになっておりますので、3つで揃えるというのが良いかというふうに思います。はいはい、ありがとうございます。パッと思いついたのがお団子なんですけども、あ、大体まあ3つ3つで3本入りみたいなもん結構あるんで、いいですね、3の3っていいですね、3の3、まあ、ただ母の日にお団子もらっておかんどう思うんやろっても思そうなんだこれはという話になるかもしれないけれども、でもなんかいろいろありそうですね。そうですね、ちっちゃいものでも小さなお子さんでもですね、一個一個が安いものでも3つぐらいこうね、自分でちょっとこう、うん、飾ってあげてみたいなのがいいかと思いますし、はい、まあ、早起きして今日これを見てる方はそうですね、今日が有効に使えると思いますので、はい、なんかね、買いに行っていただければと思います。日曜日ですからね、そうです、お出かけ日和でございます。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、また明日もご覧ください。明日もここからお送りです。また明日。はい、また明日。